そうだ、それで教育委員会の件でね、もう一つあれだ、言うの忘れてたんですけど、いや、ガバナンスの問題でね、やっぱり首長が、ある程度方針決めなきゃいけないって言ったのは、やっぱりその現場が今まで教員が、僕は教員がダメだとは言いませんよ、教員もやっぱり教えるプロだし、子どもたちに接してるのは教員だから、教員のその仕事っていうものは最大限尊重しなきゃいけないけれども、でもやっぱり各教員がね、現場で子どもたちを教えてる教員が全体のその教育行政をね、こう見渡せるなんていうのは、それはやっぱり違うと思うんですよね。もしそんなことができるんだったら、この大阪市の係長、係員もね、みんな市長の仕事ができますよ。でそんなのはできないんですよ。やっぱりそれは係員や係長は係員や係長の仕事をする、どっちが偉いとかじゃなくて、さあ与えられたポジションがあるわけですから、やっぱり市長は市長というポジションで全体を見渡すと。そうなればね、教育行政について今までのように教員をね、絶対もう教員がもう全て何でもかんでも仕切るんだっていう考え方を改めないと。で何が言いたいかというとね、例えば今回これまた問題にして、これ大森教育委員長の方から言ってもらうんですけど、一律幼稚園でねリーフレット配ってるわけです。これ悪意ないと思うんですよ、園長先生は。で一律幼稚園のね、やっぱり思いが強いから一律幼稚園って素晴らしいですよっていうようなリーフレットを配ってました。これももう園の名前はやめときますけども、まあ、配ってましてね。でもこれは教育委員会もそれから大阪市としても、議会はまだうんとは言ってないけれども、幼稚園って一律幼稚園は民営化していきましょうねって方針が決まってるわけですよ。でこれ一律幼稚園の民営化っていうのはどういうことかというと、幼児前教育のね、就学前教育の、その、まあ、いわゆる幼稚園児はもう公立の幼稚園じゃなくて、私立のね幼稚園に通うことが原則ですよと。で公の役割っていうのは私立の幼稚園ではできないところ、まあ、障害のある子どもを受け入れるとか、そういうところにまあ限定していくという考え方ですよってことは、もうこの何年もかかって議論をしてその方針が出たわけですよ。にもかかわらず、幼稚園の現場ではね、その園長先生をはじめ、まあ、皆さんが、しかもそのリーフレットが個人の政治的な主張とかそういうことじゃなくて、しっかり大阪市の幼稚園園長会みたいな肩書きをつけてですね、まあ、勧誘という言葉は入ってないけれども、どんどん幼稚園という一律幼稚園をね、まだまだ広げていきますよというような、そういうことにもう読み取れるパンフレットを現場で配ってるわけですね。これはね、もう組織じゃないですよ。だからもう今日教育委員会の事務局にちょっと言ったんですけどもね、組織である以上は何でもかんでもその市長の言うことを聞けとか、教育委員会の教育委員長の言うことを聞けとは言わないけれども、散々こっち側でも議論をして、僕一人の考えじゃなくて、それは大阪市の方針としてね、幼稚園の民営化っていうことを決めた以上はね、やっぱりその範囲で、メンバーは動かないと。それは組織人じゃないですね。だからやっぱり教育委員会といいますか、教育行政ってものは本当にね、今までこういびつに来てしまった。これやっぱ朝日新聞と毎日新聞のね、本当滞在ですよこれは。で、まあ、戦後ね、戦前いろいろ軍国主義教育ということでね、政治を、まあ、教育の現場から遠ざけるっていう、まあ、そういう一定の期間は必要だったのかもわからないけども、まあ、戦後70年をこう迎える節目においてね、その教育現場っていうものをある意味治外法権の状態にして、全て教員サイドの方で物事を決めさせるというのはもう間違ってます。でやっぱりこれは教育現場もね、組織である以上は当然何でもかんでも市長とか首長とか教育委員会が何でもかんでも決めるわけじゃないけども、与えられた、僕に与えられた権限の範囲で教育振興計画とか、それから市長に与えられた権限の中で民営化方針というものを決めた以上はね、そこはやっぱり現場は守ってもらわないと、まあ、全くこの教育行政組織的な統制が取れていない、まあ、状況ですね、まあ、これ幼稚園の園長先生は悪意があったわけではないと僕は信じたいですけども、政治的にねこれやっぱり大阪市の方針に反したビラを配ってたってことになれば大問題ですから、まあ、それはそうじゃないというふうに、僕は信じたいと思ってるし、山本教育長職務代行者も、まあ、こういうビラ配りはね、これはもうちゃんと組織人としてそれは中止しましたという報告もあったので、まあ、それはそれで受け止めますけれども、ちょっとあまりにもね
今までのこの教育現場っていうものが違い方向になりすぎてたんじゃないかと。これがやっぱり教育委員会制度、戦後の、まあ、ずっと日本が、ね、抱えてきた教育委員会制度の問題点、まあ、象徴的なことですね。だからその方針を決める者がいない、方針を、ね、しっかり従わせる者がいない、教員に全部委ねて、現場に委ねて、もちろん生徒との関わりとか子どもの関わりは全部現場に委ねます。そんなことはいちいち僕らが口を出すことではありません。でも学校内のその人事のあり方、職員会議で決め、選挙で決めるとかね、だから幼稚園の民営化が方針が出されたのに、なお一律幼稚園を拡大するようなね、そんなパンフレット一生懸命配る、まあ先生としてはね、自分が勤める愛する一律幼稚園の素晴らしさをこう伝えたいのかもわからないけど、それはどこの組織でもね、みんなそういうのはあるわけでね、現場は現場でこれはやりたい、自分はこれ素晴らしいと思ってるから、これはみんなに伝えたいと思っても、でもやっぱり組織全体の方針からするとそれはもうやめざるを得ないという、そんなことはもうテレビでも番組のことなんかって、現場のプロデューサーなんていうのは自分の、あの番組は一番だと思ってても、その局の判断でね、それはもう打ち切りという判断もあるわけで、新聞だと現場の方で取材してこの記事はもうこれも絶対これは重要だと思っても、上の判断でこれはなしということもあるわけでね、まあ、ちょっと教育現場だけは朝日新聞と毎日新聞のこの力のおかげで今までそういう仕組みになってなくて、現場が思えばそれが全てというようになってきたがゆえにですね、教員はそれは教員の立派ですし、あの何も能力が低いというつもりはないけれども、でもやっぱり組織全体のね、組織全体を見渡して組織全体の方針を決めるのはそれは教員じゃなくて首長ですよ、ないしは教育委員会で、僕の考えではやっぱり最後責任を持って、間違ってたら首を落とされる、教員は間違った判断をしても身分保障がありますから責任は取らされません、最後は選挙でね落とされるという、まあ、その首長が執行の責任者になってですね、あとはその首長が権限行使できる範囲を明確に法律で定めて、首長が暴走しないようないろんな仕組みを作るということを僕は教育現場でやらないと、もう今どんどん大阪市のこの問題、本当にあの人事の選挙の問題とか、今回の一律幼稚園のパンフレットの問題とか、いじめにおけるいろんな対応の仕方とか、やっぱりこれはね、限界に達してるなというふうに思ってます。以上です。まあ、勧誘という言葉は入ってないけれども、どんどん幼稚園という一律幼稚園をね、まだまだ広げていきますよというような、そういうことにもう読み取れるパンフレットを現場で配ってるわけですね。これはね、もう組織じゃないですよ。だからもう今日教育委員会の事務局にちょっと言ったんですけどもね、組織である以上は何でもかんでもその市長の言うことを聞けとか、教育委員会の教育委員長の言うことを聞けとは言わないけれども、散々こっち側でも議論をして、僕一人の考えじゃなくて、それは大阪市の方針としてね、幼稚園の民営化っていうことを決めた以上はね、やっぱりその範囲で、メンバーは動かないと、それは組織人じゃないですね。だからやっぱり教育委員会といいますか、教育行政ってものは本当にね、今までこういびつに来てしまった、これやっぱ朝日新聞と毎日新聞のね、本当滞在ですよこれは。で、まあ、戦後ね、まあ、戦前いろいろ軍国主義教育ということでね、政治を、まあ、教育の現場から遠ざけるっていう、まあ、そういうあの一定の期間は必要だったのかもわからないけども、まあ、戦後70年をこう迎える節目においてね、その教育現場っていうものをある意味違い方向の状態にして、全て教員サイドの方で物事を決めさせるというのはもう間違ってます。で、やっぱりこれは教育現場もね、組織である以上は当然何でもかんでも市長とか首長とか教育委員会が何でもかんでも決めるわけじゃないけども、与えられた、僕に与えられた権限の範囲で教育振興計画とか、それから市長に与えられた権限の中で民営化方針というものを決めた以上はね、そこはやっぱり現場は守ってもらわないと、まあ、全くこの教育行政、組織的な統制が取れていない、まあ、状況ですね。まあ、これ幼稚園の園長先生は悪意があったわけではないと僕は信じたいですけども、政治的にね、これやっぱり大阪市の方針に反したビラを配ってたってことになれば大問題ですから、まあ、それはそうじゃないというふうに僕は信じたいと思ってるし、
山本教育長職務代行者も、まあ、こういうビラ配りはね、これはもうちゃんと組織人としてそれは中止しましたという報告もあったので、まあ、それはそれで受け止めますけれども、ちょっとあまりにもね、今までのこの教育現場っていうものが治外法権になりすぎてたんじゃないかと。これがやっぱり教育委員会制度、戦後の、まあ、ずっと日本が、ね、抱えてきた教育委員会制度の問題点、まあ、象徴的なことですね。だからその方針を決める者がいない、方針を、ね、しっかり従わせる者がいない、教員に全部委ねて、現場に委ねて、もちろん生徒との関わりとか子どもの関わりは全部現場に委ねます。そんなことはいちいち僕らが口を出すことではありません。でも学校内のその人事のあり方、職員会議で決め、選挙で決めるとかね、だから幼稚園でこれまた問題にして、これあの大森教育委員長の方から、言ってもらうんですけど、一律幼稚園でねリーフレット配ってるわけです。これ悪意ないと思うんですよ、あの園長先生は。で一律幼稚園のねやっぱり思いが強いから一律幼稚園って素晴らしいですよっていうようなリーフレットを配ってました。これももうまあ、園の名前はやめときますけども、まあ、配ってましてね。でもこれは教育委員会もそれから大阪市としても、議会はまだうんとは言ってないけれども、幼稚園って一律幼稚園は民営化していきましょうねって方針が決まってるわけですよ。でこれ一律幼稚園の民営化っていうのはどういうことかというと、幼児前教育のね、就学前教育の、その、まあ、いわゆる幼稚園児はもう公立の幼稚園じゃなくて、私立の、ね、幼稚園に通うことが原則ですよと。で公の役割っていうのは私立の幼稚園ではできないところ、まあ、あの障害のある子どもを受け入れるとか、そういうところにまあ限定していくという考え方ですよってことは、もうこの何年もかかって議論をしてその方針が出たわけですよ。にもかかわらず幼稚園の現場ではね、その園長先生をはじめ、まあ、皆さんが、しかもそのリーフレットが個人の政治的な主張とかそういうことじゃなくて、しっかり大阪市の幼稚園園長会みたいな肩書きをつけてですね、まあ、勧誘という言葉は入ってないけれども、どんどん幼稚園という一律幼稚園をねまだまだ広げていきますよというような、そういうことにもう読み取れるパンフレットを現場で配ってるわけですね。これはねもう組織じゃないですよ。だからもう今日教育委員会の事務局にちょっと言ったんですけどもね、組織である以上は何でもかんでもその市長の言うことを聞けとか教育委員会の教育委員長の言うことを聞けとは言わないけれども、散々こっち側でも議論をして、僕一人の考えじゃなくてそれは大阪市の方針としてね、幼稚園の民営化ってことを決めた以上はね、やっぱりその範囲で、メンバーは動かないと。それは組織人じゃないですね。だからやっぱり教育委員会といいますか教育行政ってものは本当にね今までこういびつに来てしまった。これやっぱ朝日新聞と毎日新聞のね本当滞在ですよこれは。で、まあ、戦後ね、まあ、戦前いろいろ軍国主義教育ということでね、政治を、まあ、教育の現場から遠ざけるっていう、まあ、そういうあの一定の期間は必要だったのかもわからないけども、まあ、戦後70年をこう迎える節目においてね、その教育現場というものをある意味治外法権の状態にして、全て教員サイドの方で物事を決めさせるというのはもう間違ってます。でやっぱりこれは教育現場もね組織である以上は当然何でもかんでも市長とか首長とか教育委員会が何でもかんでも決めるわけじゃないけども。